りました。スピリット BJ の生放送本番です。生放送本番なのに直前まで携帯をいじってる弊社社長。いや、見方でもそういうもんですよね。大体そういうもんだと思います。いい、はい、言い方だと思いますけども、はい、はい、さあ今週もやってまいりました。自己紹介から。はい、大日本プロレス最重量スタッフの広瀬千鶴です。今日もよろしくお願いします。はい、胸元にはためこぼしがついてるんですね。いいですね、本当ね。そうです、本当ちょっと濡れてますね。はい、そして大日本プロレスの代表の小坂英二です。どうかよろしくお願いいたします。お願いします。今日もね、はい、燃やしませんか全面に押し出してすごいですよね。ちょっと反射がひどいんじゃないかっていうすごい、はい、前回まで置いてなかったことがなんか言われたんでしょうかね。いや、言われてないで、自主的にこれ、ね、あの皆さんご存知ないかもしれないですけども、はい、大日本プロレスの選手の公式飲料でございまして、はい、そうです。あの選手に毎月ね、うん、あのご提供いただいてるそうなんですよ。計算なんですけども、まあ、お客様には、うん、あの小ぶりのパックでね、そうです、販売させてもらって、大袋自体も販売してるんですけども、今日もいただいておりますので、ぜひご愛飲いただければと思います。はい、我々も飲ませていただいて。まあ、でも広さが飲んでるって言った場合にあまりこうプラスの印象がない。マイナスプロモーション、マイナスプロモーションになりかねませんので、まあ、ただあれですよね、これだけの肉体を維持できてるのは、うん、そうなんですよ。この間もね、はい、ちょっと病院定期検査行ってきたんですけど、はい、ホスピタルって、ね、ホスピタルなんか英語にしたかった、はいはい、166センチで160キロなんですよ。だからもうほぼほぼ球体に近づいてってるわけですよ。でどうしてもこれだけ太ってるから、はいはい、脂肪肝はやっぱ人より多いんですけど、はいはいはい、血糖値とか、うん、あの標準体型の人より少なかった、うん、よく言いますよね、そういうのね。ここだけはあれだけど他は大丈夫みたいな人いますよね。だってそこしか褒めるとこないんだから、ないですもんね。そうなんです、健康体なんですよ。はい、ということで今日はあの20分まで、はい、だいたい僕が出て、その後そ、ね、5時20分からね、はい、大日本プロレスの新しいです、ストロングのチャンピオン、はい、青木優也選手が登場ということでございますので、皆さんハッシュタグ、SPBJ、はい、これはあの小文字とか大文字とかあるんですか。全部反応するんですよね。あ、そうなんだ、はい、今関係ないんだ。関係ない。いろいろ漢字とかでもいいね。漢字でどうか、S は何を、よろしくみたいな。よし、 S はまずいや、もういいです。恵比寿の S、 あ、いいです、面白いはい、ということでぜひ送っていただけると、はい、お願いします。あれ、これがあれ、今日ちょっと偉い人来てたからね。来てた来てた。そう、俺ほら2週、1ヶ月前出てるから、そうそうそう、あの時は気楽だったわけじゃない。びっくりした、あの人、陽気なスタッフさんたちだけで、陽気なスタッフさんに群を抜いて陽気なマダムがいたから、うん、マダムがいたから、あんな偉い人だと思わない。この番組はコメント多いよっていうのを見せつけるためにも、そう、嘘でも、いや嘘じゃなくて、ハッシュタグ嘘でもいいから、 SPBJ ねでコメントはい、はい、お願いしますよ、はい、ということで、ぜひお寄せいただければ呼ばせて、まあ、特にはね、青木選手の、はい、メッセージなんかお寄せいただければなと思いますので、はい、できるだけあの、よかったらこの時間はですね、はい、ライオンプレスが伝えなきゃいけないことをちゃんと伝えた方がいいんじゃないかと、そうですね、いうふうに思うんですけど、取締役社長さんがいるんですから、はいはいはい、やっぱ伝えなきゃいけないことあるんじゃないですか。結果全部僕に跳ね返ってきますから、あの何至らないこととか足りないこととか、やればよかったことは、ね、最終的にお金っていうことで俺のところにツケが回ってくるので、ツケが回ってきますね、はい、皆さんあの一人でも多く、うん、1円でも多く稼げるように、お伝えできればなと思いますので、通販で売ってますんで、はい、よろしくお願いします。 SPBJ 以外でもいいの、このハッシュタグじゃなくてアットマークあのアズパン、アズパンでも OK ですか。アズパン FM でも大丈夫ということでね、ぜひお寄せいただければなと思います。はい、お願いします。ということで今日あのお伝えしたのがですね、はい、あの私のあの何でしたっけ、ツイッターのアカウントで発信して、はい、一度ならずも二度間違えたという、なんです、岡崎大会の対戦カードが、ちょっと待ってください、私この間岡崎営業に行ってきたばっかなのに、そういうのはよくちょっと頼みますよ、はいはいはい、社長、あの今日対戦カードが発表になっております。あ、はい、全6試合で発表になっておりまして、はい、あの初めて、まあ、実質は初めてじゃないんですけども、うんうんうん、あの地元の方がもう初めてって言い切った方がチケットで売りやすいっていうんで、あのポスターも初めてってなってますけど、これは、ね、実際は28年ぐらい前に行ってるんです ね、 1回エンタメあるあるです、これはあるんですよね。まあでもそれ地元の方がおっしゃられたんです、私は丁寧に言ったんです、ね、私実はやってますけど初めてじゃありませんよと、地元で応援していただける方が、いやもう初めてで言い切りましょうと、ね、そうですね、で今回はあのどうする、うん、家康にかけてどうする、はい、大日 と、 どうする大日とあのさせていただいたんで、どうしようかなと思って、別にタイトルつけてもどうってことねえなと思ったんですけど、もう対戦カード発表の時点でもう2点3点したんで、うん、それからどうするっていう、そういうことだったんだ、そう、カジトも、あの、なんだっけ、安倍選手が
はい、出れないのに阿部選手じゃなくて梶選手なのに、うん、一旦阿部選手って発表した。ああ申し訳ない、これは本当に申し訳ない。もう阿部選手、あのどうやらあの阿部選手はあの僧侶じゃないですか。そうですね、ドラクエで言ったらあのあれでしょ、ホイミとかそういうの直す魔法を持ってる人ですよね。すごい大事な回復系の、ま、魔法を持ってる方なんですけど、あのなんか岡崎で 2,3 年修行してたらしい。じゃあ何出てもらえばよかったですね。そういや、まあ、スケジュールがあってもともと出れなかったんですけれども、もともと大文字選手、はい、宮本選手、はい、そしてあの大日本プレス のいわゆる、全国大会では珍しい若松選手、はい、ね、そうですね、あの 2AW のせいで、あの日曜日が融通きかせいでじゃないね、ないおかげで違うな、うん、どうも違うな、くくりで違う、縛りで、どうも違う、 2AW さんがね、 2AW さんが日曜日定期開催やってるんで、なかなかあのツアーでね、うん、あの呼ぶことできないんですけども、はい、今回は土曜日ということもありまして、いや、嬉しいですね、さらには翌日の大阪大会、そうです、いきなはからいで、あの若松選手は参戦していただきます、うん、その3選手に加えて梶トマト選手が参戦。梶トマト選手ですよ、はい、であの関札梶組というオリジナルパ、はい、ハイテンションパーティーボーイズが登場いたしまして、うんうんうん、唐選手と和樹選手とのジュニアの対戦、はい、タッグ戦ということになっておりますし、いいですね、若松選手はあのメインでね、小林選手伊藤選手と組んで、上谷菊田それから、石川選手と、はい、対戦となっておりますので、ぜひご期待ください、ね、ということで、あのこれで修正が終わったかなと思ったら、はい、対戦カード見たらあの野村選手がいないということ。何うちの子がいない。でも大慌てで何あコメントが来ました、来ました、読んでやろうじゃないか。今回も印刷、しかももう2枚、3枚も3枚来て、1枚捨ててやろう。なんでなんで、読め読みましょう。だ先に伝えておきましょう。野村選手は、うん、あれですね、タッグマッチに出場予定だった、ね、はい、関本岡林選手のところに入りまして、はい、ストーム選手、はい、ストーム選手、岡林選手、関本選手に、吉田選手と中野選手と、野村選手という6人タッグに。だ公式ホームページっていうのがちゃんとしていますから、我々から言うことはまああの信じないでいただいて、そうそうそう、公式ですから、私はツイートはあんまり信じないでいただきたい。はい、ということでヤクミンさん、帰り道にスピリット DJ を聞けそうです。お、聞けそうだから聞いてないかも。なんだよ、マセブ。横浜武道館大会最高でした。ありがとうございます。あの素敵な空間にいることができて本当に良かったです。ビッグマッチとはいえ通過点。なんでお前が言うんだ。ちょっとこれから大日本プロレスを楽しみにしてる。じゃ今までは楽しみにしてなかったのかって話じゃない。リアルタイム、だからなんか移動中なんですかね。リアルタイムでコメントできないのが残念。うん、ね、そうですね。通過点っていうのは我々が言うことであって。この方メッセージ2つくれてます。はい。なんてお邪魔女ドレミ？違います、白魔女です。あ、白魔女なごみさん。読めるでしょうよ。いや、このお邪魔女じゃないです。白魔女でしょ。お邪魔女とかけてる？じゃ、いや、多分ね、彼女は自分のこと魔女って呼んでますから。自分で。痛いですね。ピリさん、そんな白魔女なごみさんからです。青木選手、ストロングヘビー大会。あ、これ青木選手が来た時読んだ方がいいんじゃない？あ、じゃあこれ青木選手が来た時読め。ほらほら。ね？そっか。でもいいのかな。すごいね。じゃあ PS。うん、追伸のとこだけ。なんで追伸だけ読むの。普段のちょっと天然っていう発言と倒れても ゾンビのように立ち上がるところが何とも言えず良いです。魔女なのにゾンビ。魔女ね、ろくでもないね。ろくでもない。あの僧侶はいるし。僧侶はですごいよ、宗教関係いっぱい出てくるよ。大変で、宗教じゃないけど。ゾンビはあんまり宗教関係ない。大変だよね、もうその後の世界だもんね。あ、なるほどね、うん、でこれ後でじゃあこれ読みますかね。いやみんなツイッターもうや、社長がいるのあと数十分もいないんですから今。何ですか、別に社長はそんな価値ある。あとほらいろんな情報があります。ありますか。さっきあの関係者の方に、はい、この情報は伝えてもいいのかというショートメールを送ったところ、はい、返事が来ません。なるになので、あくまでぼんやりとしたテレビでぼんやりとした情報って言っちゃいけないって、ね、そうそうそう、学んだけど私さっきあの俺のツイッター信じるなって言ったのにも、うん、来てないです返事、まあ、今日ちなみにこちらの大会の告知はいつぐらいから可能ですかって私がやったんですけど、ねはい、知らぬ存ぜぬ知らぬ存ぜぬ。なんで薄ぼんやりとですね、はい、だからあれですね、単語だけを言います。単語だけ、何その伝言ゲームみたいな。7月23日日曜日ですね。いや、それ単語ですから。あら、それもダメなの。7月23はい、上野夏祭り。夏もうこれ俳句で、ほぼ答え俳句みたいなもん。器具が夏祭り、季語です。あ、季語じゃない。器具はさ、危ぶまれるとかそういうことですかね。
すごいね、ほんとね、魔女だの僧侶だのバカだのがいるってとんでもない言えないね。いやすごいですね。な、何大学でしたっけ。いいですね。いつもその大学でマウント取るのやめてくださいね。いや僕マウントって都立京橋高校です。いやいや、あの木村昴さんが卒業したあの声優の後輩に当たるんですよね。後輩に当たります。何も知らない、何も知らないと。もう一個言ってきます。もうお願いします。8月追加で上野ばっかじゃねえかね。キーワードは10と17です。キーワードは10と10 あ、違う、あなたのラッキーナンバーは10、810と817があなたたちのラッキーナンバー、台東区民から都民のラッキーナンバーです。これね、怖いのがね、うん、あの大日本の我々従業員ですか、うん、知らない情報をこうやってテレビで知るというかラジオで知るってことが毎回なんで、はあはあ、なんとも先に共有していただけないかなと。それはあの、ね、昔あの地方大会、うん、いわゆる全国営業してて、はい、メジャーの営業マンが言ってたダメな発言、ね、あ、なんだこれ、あの僕は何も聞いてないんですとか、僕は何も聞いてないですとは言ってないじゃないですか。あれダメだ、あれは俺ずっとそういう人たちの営業の横でいて、あ、この人たちってずっと受け身なんだなと思って見てた。なんだなんだなんだ、ここで公開ダメだしか、これ25歳ぐらいの青年は僕が、まあ、僕は思いましたよ。僕は思いました。仲間だよ。だから、あの自分から情報は取りいかなきゃいけない。いやいやいや、そうですけど、言ってくれないとね、分かんないこともありますからね。他には、あ、商店街プロレスのほら詳細が7月29日中町台からスタートする商店街プロレス。これ今無料のことばっかり、無料のばっかりじゃないですけど、無料やね、お安い、大会の告知ばっかりさせていただいておりますけど、あとね、何でしょう。8月12、13。パンダ。パンダ。おかちまち。おかちまち。これがいいですね。これじゃ俳句にしてこれが情報。でも何ですかね。ちょっとやっぱここがね、ポリゴアズイさんが台東区だからなのか、上野の情報が多いですね今日は、ね。そうだよ。なんで地域に密着したあれだよ。素晴らしい FM ですよこれは。なんだろう。仲間っていないのかな。いないね、このスタジオに。いないね。いやそうなんですよ。上野のね情報をお届けしようと思うんですよでいいじゃないですか。あのそうだって腕。今ね、例えばこう平和に生きてるでしょ、ね、平和に生きてご飯とか食べてるじゃないですか、でもやっぱ仕事は戦いだと思うんですよ、戦、うん、ね、だって、うん、昔の人たち、戦国時代の人たちは絶えず戦ってたんです、うんうん、それはわかりますよ。そうでしょ、我々だって戦ってます。生きるか死ぬかな、我々だって戦ってるけど、大日本プロレスって同じね、釜の飯食べてんだから、釜の飯、ね、足並み揃えて頑張りましょうよ。俺でも無視、いやでも今無視ですよね、完全に。俺でもじゃないんだよ。比較的なの男子スタイル、立川男子スタイル名、釜飯丼、釜飯丼ね、アンパンマンですか。そうそう、あれいいよね。あと天丼マン、天天お好きなんですよね。いや同じ釜の飯を大人になってから初めて見たんです、はいはい、アンパンマン。あ、いいでしょ、和むでしょ。あ、みんなちょっとあのツイートするようにハッシュタグ SBB じゃ忘れてますけど、はい、なんですか。え、いやなんか全然メッセージが来やしない。 2,3 分ぐらいしか見たことないけど、でも面白いな、はい、それでお前アンパンマン語ったら柳瀬隆先生失礼極まりないですよね。柳瀬先生は、はい、あのいろいろポスターとか書くじゃないですか、はいはいはい、全部無償でやってるって、ね、らしいですね。いやだからあれでいろんな人がたかっちゃったって話もありますよね。いやそりゃそうです、先生のご苦労もね。だからもちろん、うん、真っ当にね、うん、あのこういう子供たちのためにっていうのもあるだろうし、うんうん、どうでもいいのももしかしたらあったかもしれないし、うんうんうん、まあ、今となってはもう後の祭りですけども、うん、うちも頼んどきゃよかったなっていう。あ、もうたかってた、たかってた。いやいや、お亡くなりの後にもたかる。いや、ちょっと思ったね。あれいいもんね。ね、はい、うん、ということで、あの後半はその青木選手が登場ということで、皆様からはハッシュタグ SPBJ をつけていただきまして、5月4日に行われました横浜武道館大会、はい、まあ、それで、ベルト大会いたしました青木選手のメッセージ、うん、それから、コメントなどをね、ぜひお寄せいただけたらなと思います。社長が催促したから来たよ、コメントが。気の利いたやつ、気の利いたやつが、ありがとうございます。あれなんか初めてじゃない。あ、いいですね、はい、読んでやってください。恵比寿の黒生さんから。あ、いいですね、どんな深いメッセージが。こんにちは絵文字付きでこんにちは見せるっちゃダメだ。わかんないですけど、まあ、いいんじゃないですか。すごいね、すごいですね。いやでも、あ、これはでも多分行かれた人ですよ、まあ、そうかもしれません。ただのネットサーフィンの人です。恵比寿の絵がちょっと古いパターンですね。あ、これね、いいですね、いいですね。あ、でも、あ、でもちょっと恵比寿アンダーバーブラックなんでオフィシャルじゃないんですよね。オフィシャルじゃない、オフィシャルじゃない、オフィシャルの人は多分こんにちはなんてそのそう言わない、その錦鯉みたいな挨拶しないと思いますよ。あ、そう、うん、びっくりしました。もう夕方だよとか言わない
もう夕方だよ、はい、そういうツッコミですね。ということで、まあ、来週、あ、はい、来週じゃない、毎週じゃない、再来週ですね、再来週ですね、再来週のゲストも考えとかなきゃいけないですからね、はい、いや幻のゲストとかありましたからね、マボちゃん、まあ、いや幻マボちゃんこういうやつ、これ幻、いや、いいね、いいね、幻のゲストとかも、まあでも今タイミング的にどうなのかなとか思いますよね、植木くんとかまさかのじゃない、ま、そういうことじゃない、そういう幻じゃん、まあ、そんなこと言ったら、まあ、もっと先輩ですけど、いや、この間ね、ほら、太田トラベル君が出てくださったじゃないですか、直前スペシャルで、はい、まあ我々巡業に行ってたんで、西日本ね、はい、ね、その時最初にオファーした人とかいたわけですから、うん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 、まあ、そういう人にもね、出ていきたいかな、出ていただきたいかなとは思いますね、はい、ということで皆様から、うん、こんな選手がね、ゲスト来てほしいと、誰をいうようなことがあれば、誰が出てほしいかね、なんでお前はふんぞり返ってるわかります、私ね、ふんぞり返ってんじゃないですよ、これ私がちょっと後ろに下がることによって社長と顔の大きさのバランスを取ってるんですよ、わかりますか、なんで前、いい、いい、前すごいよね、な、肉まんにアイシャドウしてんのかなって感じ、でも私多分ね、体の割には顔はちっちゃいと思うんですよねだからって、でも元がでかいからすごいよね、でも体はほら大きい、すごいよ、肉まん感はあるよね、うん、なんかね、夏を冬を、まあ、ピザマンよりは肉まん、肉まん感がひどい、非常に、だそういう肉まん売ればいいんじゃない、自分で、なんどうやって、まあいいや、ちゃんとプロレスの情報をね、なんだ、肉まん売ればいいじゃないって、はい、ということで、はい、今日はあの初回に比べてメッセージが少ないこと、皆さん気抜いてますよ、僕があれですよね、出る出るって言ってないんですね、僕出るのさっき決めたんです、何時からかなとか、かなとか言って社長出勤で、はい、ということで5月の27日、はい、こちらもあの今回はあの西日本ツアーで佐賀大会、はい、これもあのほぼ25、6年ぶり、はい、で、今度岡崎大会もあま、ね、まあ、25、6年ぶりということで、はい、なんとその翌週には、はい、5月27日土曜日、うん、あの大日本プロレスの社長が初めて勤めた会社の出身本拠地、本拠地小田原に、小田原、これも多分大日本プロレス20年、24年ぶり、え、数えた、確か、確かじゃあ今度24年とか何日ぶりなんだ、いいよ、日にちはいいよ、日にちは、そう、24年ぶりにですね、24年ぶりです、神奈川県小田原で、無料イベント、これ無料イベント、はい、無料でございます、はい、を行います、こちらたくさんの方にお集まりいただきたい大会となっております。5月20日岡崎大会、翌日の大阪大会はもちろんですが、同じ土曜日、次翌週の土曜日は小田原で興行があります、はい、そして翌日の日曜日5月28日は皆さん噂のW の衝撃、うん、ね、お昼は11時30分から後楽園ホール、はい、夜は18時から名古屋ダイヤモンドホールということで、ね、薬丸ひろ子もびっくりのね、すごいよね、はい、ぜひですね、後楽園終わったらみんな新幹線乗って名古屋に行く、いやー、なんかでもちょっと大日本っぽくていいですよね、うん、だぶだ東西線じゃねえな、東西線じゃ、東西線ではいけない東西、ここには東海道新幹線が止まったらもうごめんなさい、ね、それ本当にね、それはね、ごめんなさいでしょ、はい、それは、そしてですね、まあこの詳しいことはまたカードとかが出たらお伝えしたいんですけど、はい、今日取って出しの情報があります、お、なんと5月28日、はい、この名古屋大会にて、うん、お、現在欠場中の高橋正也選手が復帰いたします、うん、本来はですね、人員が少ないので、はい、高橋選手はあの試合に出れない分、はい、トラックを運転します、はい、でマック武田さんと一緒に後楽園ホールで我々が試合している間に、うん、名古屋に向かっていますと、うん、いうことで、はい、このスケジュールを開けていただいたんですが、はい、現在あの体調がみる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 上がっていきまして、この間ね、武道館にも顔出してくれましたね、はい、連戦は難しいけれどもということで、はい、名古屋大会で復帰ということになりますのでね、ぜひご期待いただきたいと思います。さあ、ということで時間もだいぶ迫ってまいりましたね、コメントが来ました、はい、コメントが来ました、あ、これなんですよ今のミルコさんね、広瀬さん、戸坂社長さん、戸坂社長さんが人柄が出ますね、ミルコさんの、広瀬さん、戸坂社長さん、こんにちは、こんにちは、お二人の話がとても楽しいのでお話の邪魔になるなとツイートを躊躇してしまいます、いやいや、どんどん送ってください、上の情報詳細続報楽しみにしています、漢字がずっと続きました、すごいですね、中国語同じこと、上の情報ね、どんどん流していきますし、はい、再来週が、再来週のこの鳥越あずりさんでも、うん、ぜひ詳しくお届けできればなと思いますので、もうハッシュタグ大日上野なんかでですね、期待していただければというふうに思います、はい、さあ、ということで時間の方もね、私も、うん、残りわずかとなってまいりましたけれども、何か名残惜しいことありますか、まあ別に社長に対しては
いやもうなんか次どっか行くんでしょ。いやでもね、広瀬さんのセンスがないよね。まあこのお茶、多いお茶すごく美味しいですけども、もやしませんがここにあるんだから、本当はミネラルウォーターを買ってここで生 CM をやるっていうぐらいのセンス。うん、それに関しては申し訳ありません。私の勘が及ばせることで本当にそういうところがありますから申し訳ないなと、はい、でもこの後青木選手ということでビシバシ、はい、とにかくコメントメッセージお寄せいただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。ということで、じゃあこの前半戦はこの辺で失礼します、はい、さよなら。さよならじゃねえな。ありがとうございます。そして今日の後半、特別ゲストやってきました、はい、青木雄也選手です。よろしくお願いします、第4プロレス第21代ストロングヘビー級チャンピオンの青木雄也です。よろしくお願いします。来ました。今日はね、はい、チャンピオンになって、はい、やっぱりこう初めてのこうメディアというか、はい、だからこう意識したんでしょうね。ベルトがちゃんと入るように大日本プロレスの T シャツとか傷にね、真っ白いちょっとロゴ入って、何かしらちょっとメッセージ性のあるロゴがあるけども、ベルトが入るように、そういうことですよね。いやもうもちろん決して大日本の T シャツを忘れたわけじゃないですもんね。あ、そうだ、いや違う、持ってきてた。うわ、あなたね、そういうストロングのチャンピオンっていうのはどうしてそういう忘れん坊を系譜するわけ。岡林雄二といい、青木雄也と、いや、あの今日本当ちゃんとあの広瀬さんの T シャツ持ってきたんですよ。いい、私の T シャツはいいよ。あの伊藤さんと小林さんをしかもなってギャってやってるんですよ。いい、そうだ、T シャツはいいよ、それ持ってきてたのに。大日本の T シャツしてくれ。いや、それ広瀬さんと、あれはオフィシャルじゃない、あの T シャツは。あ、オフィシャルじゃないです。あ、オフィシャルじゃない、あれも個人的な趣味だよね。ちゃんと持ってきてたんで後で着替えます。いや、でもとんでもない、いや嬉しいですね。青木選手が改めてチャンピオンになりました、はい、ございます。今日もね、はい、先ほどちょっと写真をお送りしたんですけれども、はい、ここに来る前にプロレストゥデイさんに、チャンピオンになりましたという報告に行ってまいりました。お、すごい、すごい、さっきのなんかね、はい、そこで話してたことが結構ね興味深いことが多かったんですけど、はい、まあまあ、じゃあまず率直に、まあ、チャンピオンおめでとうございます と、 ありがとうございます。どうですか、はい、まず取って、まあ、1週間ぐらい経ちましたけど、はい、1週間ぐらい経ちましたけど、心境は前もなんだろう、やっぱまだベルトになれないというか、うんうん、まあ、当然ですよね、本当に、うんうんうん、まだやっぱこの試合数、試合ができてないんですよ、うん、そうですね、この間はい、イベントプロレスがね雨で中止になってしまったので、はい、記者会見だけだったんで、だからなんていうんですかね、まだそのこのベルトと一緒に、うんうんうん、なんだろう、試合をしていくっていうか、そういう実感はまだ湧いてないですね。そうですね、はい、しかもあれ、そうだね、ちょうど1週間なんだね、木曜日だから、先週の木曜日がちょうど1週間、わ、ちょうど1週間だ、早いね、はい、早いですね。いや、確かに横浜武道館終わって今日初めて青木選手に会いました、我々、はい、ね、会ってないもんね、会ってないですね。こんなチャンピオンになるとこんな忙しくなるんだってくらい、いや、そうなんですね、忙しくしてたわけじゃない、まあでもそうですね、いろんな、そうだね、はい、事務所に行っても私がいないとか、はい、青木選手がもうプロモーション出ちゃったりとかして、まあ、いろいろ、はい、いや、素晴らしいですよ。今日はね、もう青木選手が来たから、はい、皆さんコメントいろいろお願いします、はい、先ほどもコメントいただきました、恵比寿の黒生さん、はい、先ほどね、あの私と社長宛てにね、はい、こんにちはっていうコメントくれたんですけど、はい、青木選手が来たら違います、やっぱり違いましたか、何でしょう、青木さんこんにちはこんにちは
恵比寿の黒生さん、こんにちは。大丈夫かな、大日本の番組だって知らないで見てるんじゃないかしら。多分そうですよ、あ、大日本だと分かってない。この人が青木だって認識はしてくれてるのかな。お、青木来たみたいな。ありがとうございます。そして白魔女なごみさんから、お、先生、青木選手ストロングヘビー、はい、おめでとうございますと。ありがとうございます。4年前の田尻選手とのジュニアヘビーのタイトル戦では、はい、大日本には若くていい選手がいるのだなと思いました。ありがとうございます。ヘビー級に転向して去年は怪我で欠場した悔しさを跳ねのけての勝利、感動でした。まだ続きがあります。続きあります。大日本に青木優也ありをプロレス界に知らしめてください。そして来年の横部もチャンピオンとしてメインのリングに上がってください。期待しています。もちろんでございます。でさっき PS 続き読んじゃいました。普段のちょっと天然っていう発言と倒れてもゾンビのように立ち上がるところが何とも言えずいいです。かっこ笑いと。かっこで笑われてしまいました。ちゃんとかっこ笑いつくとなんか今までの良かったコメントがなんかちょっと小バカにしてますよ。ちょっと小バカにしますね。かっこ笑い、かっこ笑い。青木選手天然かな。天然、うん、いやうちほらいっぱいいるじゃない天然が。まあそうですね、もう上のもうそれこそストロングの二大巨頭、ストロングの人っていうのはみんな天然になっていくわけ。みんな天然ですよね。そこでもう打ち止めてよ本当に青木選手。いやでももうなんかその天然、天然っていうか若いから例えば知らないとかってこともあるじゃないですか、はいはい、世の中のことが。そういうことなのかなと思ったけども、天然って何なんだろう。まあでも可愛い方の天然だったらいいですね。なんかそうですね、まだね可愛いが、ま、だって26人になったばっかり。いやこれから27です。27になるんですよもう、はあ、いやすごいですよ。でもやっぱねいいですよね、若い選手がチャンピオンになるってのはすごくいいことだと思います。はい、ありがとうございます。今回ね私は横浜武道館の時は本当に灰のように駆けずり回ってたの で、まあそうですね、試合はちゃんと最初が最後までは見れてないんです。まあちょっとそのお手伝いなんだりしててちょっとこう横目に入ってきたりとかしたんですけど、とにかくやっぱストロングの試合は声援がすごかった。ちょっと桁違いに本当です。なんかもう本当に横浜武道館は青木優也一色だなっていうぐらい青木選手の声援がすごかった。そんなことないですよ。まあ、個人的な話で申し訳ないんですけど、私藤沢の方のねラジオ局でちょっとコーナー番組やらせてもらってるんですけども、今回も横浜武道館に、まあ、やりますってことでいろんな番組に宣伝で出させていただいたんですよ、はい、でその時はチャンピオンだった岡林選手を連れてって、今俺がチャンピオンで絶対防衛するんで見に来てくださいっていうことを、まあ、ラジオで言うわけじゃないですか、はいはい、そしたらある女性のパーソナリティさんが、はい、その人は全日本プロレスの諏訪間選手が大好き で大日本見たことないと、はい、で岡林選手の人柄に惚れたんで、うん、ちょっと横浜武道館応援に行きますと当日試合見に来てくれた、はいはい、そしたら他の人も来てくれたんだけども、はい、後半ずっと青木って応援したらしい。ありがたい、なんかあれって岡林さんあれってファンだった人が、うん、だそれぐらいやっぱ青木選手の気迫とか、はい、こうなんか絶対負けないぞって気持ちにやっぱ、ま、持ってかれて、はい、心わしづかみされたって言ってました。いやー嬉しいですね。嬉しいですね。なんかそう帰りじゃないか、うん、終わりの売店も、はい、コメントとか終わって正してもらうことあって、はい、そしたらやっぱちょこちょこ岡林さん T シャツを着てる人とかがいて、うん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 、あ岡林さんのファンなんだっていう人もいらっしゃって、うんねはい、なんかやっぱそれもなんか嬉しかったですね、うん、なんかその岡林さんを応援してるけどでもなんていうんだろう、青木も良かったよって思ってくれたのかなっていう、すごかったよってことだね、すごかったよってなんかすごい嬉しかったですね。私の知ってる岡林ファンはもう途中からずっと青木せ応援だもんみんななんか男性だけでは岡林選手負けちゃったって言われたの、あとみんなも俺のあなた T シャツ岡林ですけどって、はい、やっぱね女性ってのはそんなもんですよ本当に、強い男に弱い、強い男に弱い、うん、ありがとうございます。いや素晴らしいですよ。いや嬉しいですね。いや嬉しいよ。青木選手も私は練習生時代から知ってるので、そう考えると感慨深いものがありますね。はい、うん、いろいろねこれからチャンピオンいろいろインタビューとかいろんな話とか聞くと思うんですけども、はい、まあ今新チャンピオンになりました青木優也が、はい、やっぱ真っ先に伝えたいこと、はい、今の青木優也をこう突き動かしているものは何なんだと。突き動かしているものですか、うん、これをこうやっぱ毎日こういうのをもうなんか自分の中で
なんか蓄えというかさ。いや、やっぱりそれ一番もう、うん、お客さんっていうかファンの皆さんのなんか応援、うん、声援というか、はい、やっぱ今 SNS の時代なんでコメントとかもそうですし、うん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 、そういうなんていうんですかね、もう頑張ってくださいとか、あと試合見て、うん、なんか元気出ましたとか、はい、もうそういうのがやっぱり一番の原動力になってます ね、 いいですね、はい、でもそれはほらもういい子ちゃんのセリフだもんそういうことじゃないじゃないですか、この番組を聞いてる人は。そんなの私ですら言えるもん。いや本当にだってそう思いますもん。いやそれはもうそれは大前提、はい、だってそんなの分かってるじゃない、はい、第4プロレスお客さんありきじゃないと絶対できない団体ですから、はい、その上で青木優也は今チャンピオンになりましたけど、なんか夢中になってるものとかないですかそういうことですね、そういうことだと何て言うんですかね、夢中になってるものというか、やっぱこのベルトを取るまでやっぱもう常に何て言うんですかね、もうプロレスのことというか、やっぱ対岡林さんに向けても集中して、もなんかいろんな試合ばっかりとか娯楽を一切取ってなかったわけですよ、自分もう排除してたんだ、もう排除してて、でベルトを取ってやっぱちょっと何て言うんですかね、ちょっと心にそう余裕ができて、その自分に向ける余裕ができたんで、今流行ってるネットフリックス の、 サンクチュアリっていう、知ってますか皆さん知ってますか、ね、知ってますか。いやこれほんと今すんごい良かったみたいな聞くんですよ。全然目が合わないんだけど知ってるかな、まあ多分ちょっと知らないか、知らない人知らない、もうお相撲のこれね、そうなんです、今 CM でもガンガン流れてるネットフリックスのサンクチュアリって、はい、まあお相撲の世界を描いた、相撲の世界ですね、はい、ドラマで、まあそれはおおすごいそんなすぐ出るんですね。これはいやこれがねほんといいんすよ。これ今は何話までやってるんですか。全8話ですね。あ全8話なんだ。はい、で終わっちゃうの、シーズン2とかがやりそうな感じで終わるんですけど、いいね、このね相撲ドラマがほんといいんですよ。なんていうんですか、もう率直に、うん、言っちゃえばもう何ていうんですか、成り上がりドラマみたいな、はい、もう本当スポコンみたいな、はい、なんかジャンプで言ったら、うんうん、スラムダンク的な感じ。あなるほど、ね、本当分かりやすく言ったらその相撲を知らない少年から少年が相撲をやり始めるみたいな、桜木花道みたいなことなのかな、不良みたいな、もう本当に不良ですね、はいはい、なるほど、不良上がりがもう、うんうんうん、そう目的は多分お金だったかな、うんうんうん、お金が欲しくて貧しいんだよねすごくね。そうなんですよ、うんうん、でそれで、まあ、相撲ってなんかよく土俵の下に、うん、すごい金銀財宝が埋まってるみたいな、はいはい、言われて、うん、やっぱそれを目指してというか、あれですよね、青木選手ももともと相撲部だったんですよ。なんで知ってるんですか。知ってますよ。なんで知ってるんですか。知ってますよ。割と今ね青木優也って熱い男って感じなんですけど、はい、割と無気力な学生だったってことも無気力ではないですよちょっとこうなんだろう、こうねたなんかこう真面目、はい、でも貧困法制ではなかった。いやもう正直、うん、まあ相撲がなかったら、うん、自分多分卒業できてないですね高校は、うん、それぐらい、それぐらい相撲には助けられたというか、だからベースにお相撲さんがあるからやっぱこのドラマとか見たら来るよな、うん、きっと。いや来ますね相撲知ってて、うん、もう来る。相撲知らなくてもすんごい、うん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 、分かりやすくて来るものあるんですけど、その中で自分そのドラマを見て知ったの言葉があって、うん、はい、その、まあ部屋があるんですよ、ええ、はい、炎症部屋、はい、相撲部屋があって、はい、その部屋の奥に、うん、なんていうんですか、壁掛けっていうか漢字が、うん、ああなんかありますよね、なんか一生懸命みたいな。そうです、それで守破離っていうんですか、守る、はい、破る、離すっていう、うんうんうん、それがドーンってあって、うん、それ知らなかったんですよ、はい、でそれ調べたんですよ、うん、みたいな、守破こんなそんな意味だったの、そう深いっていうか、なんかプロレスにも通ずる、千利休、はい、がかい、なんかその編み出しちゃってるから、うんうん、お茶の道にも通じる、お茶の道の、はい、茶道、うん、やっぱ武道とか、うんうんうん、スポーツの道とか、はい、その守破離の
意味、皆さん知ってますか、うん、いやそれが本当感銘を受けてさらになんか面白くなったというか、いやいいですね。いや結構我々が、はい、あのこの話をしたら皆さんがこうちゃんと米のお褒めのコメント、おコメントたくさんました。なおたまさんから、なおたまさん毎回コメントくれるよね。そうなんですか、嬉しい。そうそうそう、必ずくれる。広瀬さん、青木チャンプこんにちは青木チャンプ、 チャンプいいですね初めて言われた。横部大会お疲れ様でした。お疲れ様でした。改めて青木選手、ストロングヘビー初生還おめでとうございます。ありがとうございます。僕も精一杯青木コールをして声がガラガラになりました。これからもチャンピオンとして熱い試合を期待します。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。嬉しい。でも白魔女さんはもうあの常連ヘビーリスナーですか。白魔女なごみさん、はい、営業に行った時、いやこれはね、はい、あの横浜武道館の営業によく行ってるわけですよ。でそのポスター営業行った時ですかね、ポスター営業に行った時、はい、外国人の方に青木さんが、お父さん外国の方ですかって聞いていたのがツボでした。どう見ても外国人、多分出身地を聞きたかったのかなって。いやそう、じゃ何その思いっきり例えばじゃ日本人に対して、はい、あれお父さん日本人ですか。いや違うぞ、なんかね外国の人なんですけど、はいはい、すんごい日本語ペラペラだったんです。あ、なるほどね。でまあそう、まあ、あの時どんな感情で聞いたのか思い出せないですけど感情がそう、日本語がペラペラだから、はい、じゃあお父さんも外国、いや日本、あれ何その 2世みたいなことなんかまあそういうことですね。出身地聞きたかったのかな、アメリカの方ですかとか、はい、そういうこと聞きたかった。そうですね、お父さん外国の人ですかっていう、外国の方ですかって聞いちゃいましたねどう見ても外国の人で、なんかねその人もお父さんって初めて言われたって言って盛り上がってましたねお父さんって初めて言われたよみたいな。いいですね、いいですね、はい、で、あこちら王者の魂さんから来ました、はい、ベルト初生還おめでとうございます。ありがとうございます。最高の試合ありがとうございました。会場の応援がどんどん青木コールになっていったことに感動でした。立ち上がり、せめて立ち上がり声援が増えていく、記憶に残る試合でした。続く、すごい、もうこの続く物語になるコメント素晴らしい。あ、すごい。続くからどんな感想してくれるかなと思ったら質問です。質問です。はい。質問です。はい。試合中一番きつかった場面はどこでしたか。トップロープからの岡林さんのドロップキックと久しぶりに出したタイガースープレックスは出すと決めていたのですか。これからも頑張ってください。まあじゃあきつかったこと。なんか出血してたのはあれはどういう、あれ何なんだろう、ね、出血して気づいたら血出てました。多分あの原因はあの舌ですね、ベロ、はいはい、噛んじゃって、それがベロ切れて、噛んじゃうんだ。マウスピースつけてないとやっぱ噛んじゃうんですよ、うん、あ、まあそうだよね、マウスピースはでも自分合わないんでつけないんですけど、うんうんうん、きつかったこと、なんだろうな。試合の記憶はある？試合の記憶ありますよ、もちろん、うんうんうん、もう最後ですね、最後、ほんと一番最後の、もうなんだろう、もうお互い自分の技も袈裟斬りも出して、はい、岡林さんのゴーレムも剣山して、はい、でもなんだろう、もう気力も体力もちょっと薄れていく時がもうほんと一番、うん、なんて言うんだろう、きつかったし、やっぱ声援に助けられた記憶がありますね。結構リングの上暑かったんじゃないですか。暑かったですね、みんな言ってました。社長が、まあ、ずっと板つきで実況してたんですけど、うん、あの実況を生放送で実況してる人間から、うん、暑いんですけどエアコン下げれませんかって言ってなんとかなんとかって言ってこれ打ってたんだなと思うと、それぐらい暑い、僕たちですら暑いから、はい、リング上の選手はもっと暑いだろうし、お客さんも暑いだろうってこと でもあれ会場のマックスのエアコンだったらしい、それがもうみんな汗だくになるぐらいだから、やっぱ熱気だよね。熱気っすね、熱気本当に。記憶もなくなるよね、記憶いや本当に薄れでしたよ。最後はもう本当とにかくもう気持ちでしたよ、うん、本当にもう気持ちだけは折れないっていう、ね、今回は横浜武道館すごい長い大会だったんですけども、唯一怪我人もなくみんなちゃんと帰れたかなっていう。え、森博もちゃんとレフェリーしてました森博選手もうレフェリーしてましたよ。あいつ去年の武道館気づいたらいなかったですもんね。
今日すごくないですか、去年の横浜武道館のその日の朝の設営中に、はい、あのもうヒロさん怪我、笑っちゃダメですけど、なんだっけな、台車をしててその台車に足がの足の上に台車が乗っかっちゃって、うんうんうん、なんだっけな、足の指の骨が折れていや笑っちゃいけないんだけど、なんで今日なのって、しかも今からやるんですよって時にバッタバタって、そうそうそう、バタバタでしたよ。でかといって森博さんって顔に出ないじゃない、うん、顔に出さないですし、だってこれから今年一番大きい試合やるんですよって時に、その日の朝怪我して欠場しますってなったら、まあ、カードだったりお客さん申し訳ないとかで本人はすごくすいませんでしたってなるのが普通なんですよ。森博さんが怪我しまして骨折してるかもしれないですね一言いや本当そうなんですよ、もっともっとお前な危機感を持てと、本当に怒るよ、ね、前一人欠場したらどれだけ大変か、そう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 、レフリー陣もそうですよ、そうですし、そしてミルコさんからまたメッセージありがとうございます、はい、青木選手こんにちは、こんにちは、ストロングヘビー級生活おめでとうございます、ありがとうございます、素晴らしい試合内容でした、ありがとうございます、タイトルマッチ前に勝ち筋しか見えないとコメントされていましたが、はい、事前の想像通り試合、はい、事前の想像通りの試合展開でしたかと、いや全くですよ、ね、全然ですよ、し、ね、全然ですよ、思った通り言ったらね、うん、そんなもう口から血も流さないですし、うんうん、まあなんだろうな、まあでもやっぱりこの勝ち筋しか見えないっていうのは、うんうん、なんて言うんだろう、一種の自己暗示というか、うんうんうん、言霊というか、うんうんうん、なんだろうな、自分にやっぱ自分で自分を高めるっていう気持ち で、ね、で言うことによって岡林選手も揺さぶりをかける、いや本当そうなんですよ、もう本当、うん、心理作戦、心理作戦いや本当に本当にそうです、心理作戦ですね、だってあんな力で来る人に対して、はい、やっぱこっちは力も大事だけど、はい、それ以外のこともね、はい、青木選手は考えていかないと勝てないから、いやそうですね、やっぱそれでなんか精神的に追い詰めるっていうのも手だもんね、はい、まあいろいろそうですね、やっぱこう長い期間前哨戦あったんで、北海道と西日本と、でもその中でやっぱ直接勝てなかったっていうのもあったんで、やっぱこのなんだろうな、試合で見せてないものを使っていかないとなっていう考えもあって、いろいろなんだろう、こういう技とかもいいな、技っていうか、はい、こう来たらこうしようみたいなのも一応考えてて、まあそれが5月4日に出せたっていう、うん、はい、感じですね。柔軟性がやっぱありますね、青木選手は。柔軟性です。柔軟性。柔軟性って、あ、聞かない方がいいよ。柔軟、あの、いや、ちょ、こういうとこ？多分もしかして、こういう。その柔軟、柔らかい。いや、体が柔らかいじゃなくて、頭も柔らかい。頭、あ、そうだ、そっち、どっちか迷ったんですよ。それは頭の柔軟性か、そう、物理的に。で、物理的にも柔らかいじゃないですか。いやー、硬いですよ。いや、ストレッチしないで。ストレッチはしてますけど、うん、でもやっぱ、硬いんですよ。いや、なんかその、例えば野球のね、はい、野村監督って言ったじゃないですか。はい、野村監督は、なんかイチローが対戦相手の時、まあ、自分の野球チームが、はい、もう俺はイチローの弱点知ってるからってあえて言ってたらしいんですよ、マスコミに。もう絶対勝てる、イチローの弱点分かってる。でもイチローは自分に弱点なんかないのになって、なんで弱点って言うんだろうと思って、いろいろ気にしすぎちゃって、気にしてフォームとかが乱れた時に打って点数を取るっていう野村監督のそういうまあ打法というか、まあ、野球のね勝負における計算があったから、だから青木選手が勝ち筋しか見えないっていうのは、そういうことを言って青木選手がなんでや、なんやあいつ俺に勝つ気かってカッカする性格をあえてこう使った柔軟性のある戦略だったんじゃないかなと。うん何うんじゃないよ、そういうことですよね。あ、もうそういうことです、はい、だからもうね、勝ち筋しか見えない、青木監督ってことですよね。青木監督です、監督ね、野球なんか一切知りませんけど、はい、我々も知りませんけどでもそうじゃないと、岡林雄二は大きすぎる壁ですもんね。いや本当に大きくて分厚い壁でしたよ、うん、本当に。試合が終わっても1週間経ちましたけど、はい、道場ではもう岡林選手とか会ってますか？今日お会いしましたね、久しぶりに、はい、はい。
やっぱ最後ベルト巻いてくれたじゃないですか、はい、やっぱあれは結構グッとくるものが、いやありましたよ本当に。岡林さんがきっかけというか、はい、それで大日本プロレス入ろうと思ったん で、うん、でそのねきっかけの岡林さんにまさかベルトを巻いてもらう日が来るとはって、うん、確かに本当に思って そう、ね、そう考えたらなんかもうね、なんだろう、もう感情が一気に勝った瞬間爆発しちゃいましたね、ベルト見た瞬間。結構あの今回お写真もお送りさせていただいたんですけど、あの写真もか、あこれね、はい、いい写真よねこれね、はい、長谷レフェリーがやっぱちょっとこれベルト渡すときはなんかそう個人的な感情が溢れたって言ってましたけど、何か声かけられたんですか？これそうめっちゃそんな笑違うんですよ、別に笑う内容とかじゃないんですけど、うんうんうん、すごい声かけられたんですよ、うんうんうん、あげーなんだ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 興奮してんだ、興奮してるんですよ、でこっちも興奮してるんですよ、うわベルトだみたいな。でも興奮している人同士ってもう聞き取れないんですよ。長谷さんも興奮してるから何言ってるか分かんないし、こっちも興奮してるから何もう分かんない、もう全然分かんない、分かんないんだこれ。あのなんかめちゃくちゃ感動的ないい写真、すごいいい写真だなと思って。そうです、長谷さん何か言ってるんですよ、何か言ってんだよ、何か言ってるんですよ。僕は何も聞き取れないです。あいだめだみたいな。ダメだね、岡林さんはもう倒れちゃってるから全然聞こえてないもんねこれ。あわかりこれだから後で皆さん試合とか見直してもらった時に声取れてんのかな、取れてたら聞こえるかも。うわ取れてんのかな、いやでもどうだろうな、いや取れてほしい、自分もだって気になりますよ本当に。何を言われたんだ、何て言われたのか気になる。 あいい、これもいい写真ですよ。これで出血してるのはこれで分かったんですね、この写真で。あ、うん、これ多分シュープロさんの、シュープロさんですね、モバイルのやつですね。岡林選手ももう本当に、いやなんか伝わってくるねこの写真だけでね。うん、いや本当に、あー俺いいいいですよ。やっぱ体もね、おやっぱ太ももが大きくなりましたな。あなんか結構いろんな人に、うん、下半身がやっぱ太くなったって言っていただけて、うんうんうん、いやもうそれもやっぱ岡林さんがもうやっぱ練習生時代からトレーニングとかすごい熱心に教えてくださったんで、はい、そのトレーニングもまあ今でも続けてますし、うん、そういった意味でやっぱなんだろう、岡林さんに強くしてもらった、あその人を超えれたというか、いや本当に、うん、まあこれだって言ってもまだまだ多分辛いことはこれからあると思うんで、うん、はい、だからもうチャンピオンになったらね、早速もう来週からね北海道行ったりとか、はい、月末もいろいろプロモーション活動とか、チャンピオンね、大日本プロレスの顔ですから、はい、先ほどそのプロレスデーさんの写真もう一回お願いしてもいいですか。ああいう形でですね、いろんなメディアとかいろんな機関にね顔出しに行くわけですよ、はい、これがこの写真がですねプロモーションなんです。わかりますか、このチャンピオンが、これプロレストゥデイさんベルト取りましたよ、はい、さっき言ってきましたね、はい、これちょっと記事になりますが、それプロレストゥデイさんのやつ見てください、はい、これが正式なプロモーションです、はい、そして私が先週行った一人で行った岡崎のプロモーションの写真を見てください。え、何ですか、見てください、このこれこれね、いやよくね、あ、ちょっとアップアップしてくれた。これさ、わかります、この雨の中一人でポスター営業行って、で今日大雨だったんですよさっき、で私すごい雨女って言ってて、青木選手も雨男だから、めちゃくちゃ今日は雷すごかったじゃん、2人でいると雨とか嵐とかすごいねって言ってたんですけど、これだから1人で岡崎営業行った時の一番最初に撮った写真がこれって。え、ちょっと待ってください、広瀬さん、傘ってもの知ってます？今日もだってあんな大雨傘ささずに来て、傘をいやなんでさ、傘を差したところで私の体から出るから。いやいやいや、でもあるのとないのとじゃ違いますよ。今日の最後の写真はこれだとちょっとさすがにあれだから、あの青木選手のかっこいい写真にしといてください。ああ、じゃあもうエンディング流れちゃいますよ。これがね、だからこれから青木選手がいろいろ大日本に顔としていろいろ行きますので、はい、ぜひ全国の皆さん応援よろしくお願いします。まあちょっと最後一言。はい。はい、まあそうですね、これからやっぱり熱く熱く僕が、うん、はい、大日本プロレスを盛り上げて、僕がというかもう大日本プロレスみんな盛り上げていくんで、うん、はい、僕はもうその先頭に立って、皆さんの何だろう、一生懸命の応援に応えれるように一生懸命プロレスしていきますので、
これからも応援よろしくお願いします。あ、素晴らしい、モトジャパンありがとうございます。ありがとうございます。またちょっとね、今後の青木選手にもぜひご期待くださいということで、今週もありがとうございました。また再来週ですね、このお時間お待ちしておりますので、ぜひ見てください。今日もありがとうございました。